さん、こんにちは。あいみです。韓国さん、トランプ様に陳情するのならちゃんとお土産用意しないとですね。そうですね、在韓米軍の駐留費用の肩代わりくらいは用意しないといけないでしょうね。記事はダームからの引用です。アンカー、度を超えた中国のサード報復に対して韓米同盟のレベルで対応しなければならないという声が高まっています。韓国政府も外交安保ラインを総動員してトランプ行政部に緊急 SOS を送りました。来月にワシントンで開かれる米中首脳会談が注目されます。レポート、中国政府が経済的報復の水位を高めると韓国政府が外交安保ラインを総動員してアメリカに緊急に助けを要請しました。外交消息筋、中国からこのように報復されているのに対してアメリカの力を借りてディフェンスしてほしい、そんな雰囲気をアメリカが中国側に伝えました。これは中国の報復措置を牽制できるのは現実的にアメリカしかいないという判断からです。これについてアメリカ政府はサード配置が自衛権的措置という統一性を説明することから一歩進んで中国政府に強力な警告メッセージを送ったのと伝えられました。韓国に対する報復が外交的経済的に問題を生む恐れがあるという点を警告したものです。国務省も中国の報復を問題視し非理性的で不適切な措置と公開非難しました。サード配備はアメリカの安保利害と直結した事案であるため中国の報復に対してアメリカがもう少し積極的に出てこなければならないという指摘です。ただ度を超えた中国の報復にもアメリカを通じた迂回的圧迫をするしかないのは我が外交の無気力な現状という指摘です。サードの正当性を説明する消極的な対応とアメリカを通じた圧迫がどれだけ効果を収めるのも未知数です。これってサード配備したら中国から制裁された、アメリカのせいだ、なんとかしろってことなんでしょうかね。アメリカが止めるのも聞かずに軍事パレードに参加し AIIB にも真っ先に参加表明、挙句の果てには大使を切りつける、これで今更よくアメリカに言えるものですね。バランサーだなんて言っていましたけど、ただ節操がなかっただけ、その時その時の国民感情で振り回されるシステム。それにこうしてアメリカに中国をなんとかするように告げ口なんてしていたら中国さんの報復ますます強烈になるんじゃないでしょうかね。さすが最悪の状況で最悪の選択をする韓国さんです。それではここでこの記事に関する韓国人の反応を見てみましょう。これが国か、恥ずかしい、バカな真似を、アメリカが我々お兄さんか。そうだとしてアメリカが実際に何のアクションを取ることができるだろうか。税金ばかり浪費する公務員を全員切ってしまえ、外交に戦略がないから犬のようにずるずる引きずられていく、韓国がアメリカに物乞いをしているね。本当に開いた口が塞がらない。サード配置をしなければいいのではないか。トランプ内閣が何をしてくれるんだ。涙が出ます、このような国の国民というのが。今回を機にアメリカ52番目の州に登録してね。主権もない国、税金がもったいない、毎度国民のせい、国際情勢のせい、無能な政治家があまりにも多い、完全アメリカの
属国になりました。アメリカの属国認定。もうアメリカ51番目の州に入ろう。さらに悪化する前に、北朝鮮も中国に対して言うべきことは言うのに、悲しい。ロシア、中国、日本、彼らはハイエナと同じだ。アメリカも自分の利益がなければ韓国ほどの小さな国に舐めてかかるだろう。このような国の国民というのが涙が出ますね。本当に近い感がある。アメリカが韓国の何を助けてくれるのか。韓国政府はなぜこんなに無能なのだろうか。情けない。とても恥ずかしい。韓国はアメリカの植民地。韓国がアメリカに物乞いをしているね。ずっと前からそれ韓国さんの得意技でしたけどね。もうアメリカ51番目の州に入ろう。さらに悪化する前に、アメリカが入れてくれるとでも思っているんでしょうかね。ロシア、中国、日本、彼らはハイエナと同じだ。アメリカも自分の利益がなければ韓国ほどの小さな国に舐めてかかるだろう。利用価値がなければ韓国さんなんて当てにしないでしょうけどね。ご自分たちで解決しようとは一切しないで、すぐに助けてって。サード配備するのですから、アメリカはすでに韓国を助けている。だから北さんが南を攻めてこないのに。毎度国民のせい。そりゃ国民感情が優先される国だからですよね。政府独自でやると国民に了解を得ずにやったみたいなこと言うくせに、韓国がコウモリ外交をやってきたのも国民が都合のいい時に、反日反米やってきたつけでしょう。もう韓国を半分にしてしまって、北側に中国軍、南側にアメリカ軍に駐留してもらってはどうでしょう。これぞ本当のバランス外交。為替操作しまくり、ダンピングしまくりの韓国をトランプ政権が助けてくれると本気で思っているのですから、すごいですね。受せよ、開けてください。地下鉄駅でうんちを握っているアジュンマがいた。500ウォンしかないのよと、しかも握れそうだった。キュウリおじさん、地下鉄1号線に乗っている時、顔一面にキュウリの輪切りをくっつけているおじさんが乗り込んできた。なんだこのおじさんはと思っていると、おじさんは陽気な口調で野菜スライサーを売り始めた。顔のキュウリはこのスライサーがいかによく切れるかの証明ということか。私は興味津々で眺めていると、おじさんは私の方へ寄ってきて、私の手の甲にキュウリをペタッとくっつけて去っていった。ちなみにこの日、野菜スライサーは飛ぶように売れて、車内は異様な雰囲気に包まれ、車両のほぼ全員が買っていた。軽い世間話のはずが、地下鉄に乗って座って日本の本を読んでいたら、左隣のおばさんに、日本人ですか?と話しかけられた。ソウルで何してるの?なんていう会話をしているうちに、右隣のおじさんも話に参加し始めた。3人で軽い雑談をしていたら、なぜか急に政治の話になり、イ・ミョンバク大統領を支持するしないで、おじさんとおばさんが喧嘩し始めた。お互い初対面のくせに一歩も譲らない。私は途中から
虫を決め込んだ